アニメギルドは2017年4月から BS 富士及び同局の 4K で放送されている深夜アニメの放送枠である。本校では枠名称制定前を含む BS 富士の深夜帯を中心とするアニメ番組全般について扱う。2000年12月に開局した BS 富士は2000年代よりワンピースなどの富士テレビ制作のアニメ番組や 世界名作劇場をはじめとする同局オリジナルのアニメ番組を時間帯を問わず放送してきた。シーンやアニメにおいてもフジテレビ制作のノイタミナをオークレネットで放送していたが2014年1月期のスペースダンディで東京 MX などの独立局を中心に放送されるアニメ番組群の制作委員会に初めて参加する。この頃から BS11 のように深夜アニメの放送や制作委員会への参加にも積極的な姿勢を取るようになった。特に2020年4月期には本、枠で放送されるすべての新作の制作委員会に参加した。続く同年7月期は制作委員会に参加する作品がなかったが、同年10月期は再び全ての新作で制作委員会に参加した。 2017年3月に開催されたアニメジャパン2017において BS 富士の深夜アニメ枠レーベルアニメギルドが正式に発表され同年4月期より放送上での使用を開始した毎日1枠目の番組の前には20秒間のオープニングアニメーションが流されるレーベル設定以降は月曜と火曜と水曜の未明にも編成されていたアニメ番組枠を順次集約し 2020年10月期現在は、すべての番組が平日深夜の0時台に編成されている。ただし、土曜未明は、ジャパコン TV、ジャパコンプロジェクトを編成しているため、当枠は長らく放送されていなかったが、2020年10月期より、土曜0時30分枠が設置された。これに伴い、レーベル開始時から放送されていた火曜未明の枠は、廃止となった。 フジテレビ地上波のノイタミナやウルトラと同様に EPG では枠タイトルを冠したアニメギルド番組名と表示される。なお、全番組の影響により放送時間が繰り下がることがある。ただし、野球中継については原則として BS フジライブプライムニュースの休止による穴埋め枠を利用して中継の延長を行うため、当番組枠を含む他の番組には ほとんど影響しない。2018年12月には 4K チャンネルが開局。他局と同様に 2K 制作のものを 4K にアップコンバートして放送している。2020年10月期現在、BS 日テレや BS11 のアニメ番組と競合が発生している。2020年10月期の枠移動により、BS 日テレとの競合が一部緩和された。過去には、 BS テレ東とも競合した事例があるほか、民放キー局系以外では、ワウワウプライムと競合する事例もある。前日の通り、毎日1枠目の番組の前には u f o テーブルが制作した20秒間のオープニングアニメーションが流される。民放系 BS 他局でも同様にアニメーションを流すつぼねもあるが、BS 富士のアニメーションはその中で最も時間が長い。映像には、 竜族の娘が登場し、立場の違う三つの部族が力を合わせていくという設定がある。画面比率がシネマスコープサイズとなっているのも特徴である。突起がない作品は、ウルトラ、ノイタミナを除き、関東地区では、東京 MX などの独立局ネット。2017年4月3日までに放送された深夜、アニメ作品。ノイタミナ、ノイズ枠については、 該当枠を参照。ありがとうございます。